いかに裏方を大事にしてるチームが優勝しますよね。武井さん、ユニフォームとかあのグローブとかどうしてるんですか。胸を美に親戚にあげてますちょっと景色が違うんですよ、バックの中の、はい、試合用グローブがないんですよ。おお、それで新庄もずっと見ながら、あの63のユニフォームのグローブ使ってましたよね。メジャーに行っても使ってましたもんね。メジャー行ってもこの63、ね、阪神だからそういうとこあるんですよね。で僕はそうやって十何年僕も一つのグローブ使いましたので、平田もですね、やっぱ平田もやっぱり同じように拡散する何年使ってて、もう俺5年目か6年目かなって言うじゃないですか、あ、そういうことですねって、平田もずっとやっぱり一つのグローブを大切にしだします。なんか僕若虎の時に昔 NHK の600こちら情報部っていう、はい、ありました。第1回が古風荘で加計さんにインタビュー、若き日の高田文雄さんがインタビューしてるんですよ。高田文雄さんがその時、加計さんユニフォームとかあのグローブとかどうしてるんですか。あの2年おきに親戚にあげてますって欲しい人がいたらそれにあげてますねっておっしゃってから、最初あで使ったやつはもうあるんかなって、ある時からそのグローブ、グローブは、もう体の一部ですよね。一回ね、そのグローブが紛失したことがある、ちょうどね、秋のちょうど今頃かな。誰のグローブ、加計さんの僕の、で、あの2日間ゲームがなかった日があったんですよ、で東京からの移動で、荷物だけは先届くじゃないですか、で僕ら2日休みだから1日全く球場に行かなかったわけ、その時にロッカーに上がる階段の下にネットをかぶせて、僕らの野球のバッグが置かれてるんですね、で僕ら練習日にそれを持って、ロッカーに戻ってこうチャックを開けて、こう全部中物を出すんだけど、あれちょっと景色が違うんですよ、バッグの中の、試合用のグローブがないんですよ。おお、一大事じゃないですか。でどうしようかなと思って、で翌日のゲーム、試合に使える練習用のグラブでちゃんともう一個作ってるんですけど、もう守ってる時に左腕が不安でしょうがないの。で2つ減らしちゃって。ああそうですか、やっぱ体の一部ですね。一部なんです。でそれの毒係に預けたのが後々戻ってきましたか。これがね、当時プロ野球ニュースが素晴らしい視聴率が取ってる時です。佐々木慎也さんです、でフジテレビの方にお電話をして、申し訳ありませんけども私のゲーム用のグラブがなくなった、紛失しましたと、心当たりのある方は連絡していただけませんかと、全くゲーム用と同じ新しいグローブを作ってお渡ししますのでって言ったら、2日後にその階段のとこに置いてあるパイプ椅子の上にですね、僕の汚いグローブが置いてありました。だからなんかね、もう雨に濡れたような、ちょっとグローブ重たくなってたんですけど、感覚違うんですけど、でもそれをはめてもうね、ほっとしました、左手が。でもそれをまた雨に濡れたびしょびしょで使いましたか。やっぱ使いました。感覚ちょっと重いなと思って、ちょっともうすぐですね、契約してるグローブメーカーの職人さんに来てもらって、すぐ使えるようにしてくれということで、ちょっといろいろ感想させてもらってもらって、佐々木慎也さん、いいことされましたね。そう、ありがとうございます。掛布のグローブがですね、掛布のグローブが今なくなってますんで、ぜひ佐々木慎也さん高橋ユニオンズあ、でもそういうのがグローブがあったっていうのは、そうなんですよ、嬉しいですね。だからいろんなことがある。だからその平さんがそういうグローブを大切にするんで、そうなったりだとか、そのホームランに関してもやはり中西さんという方がもうぐい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 僕のいいところを引っ張ってくれて、そのいけいけいけってホームランを取らせてもらった。やっぱ人との出会いじゃないですか、まっちゃん。やっぱこういい出会いっていうのはいい目が出ますよね。まあ、もちろん悪い出会いは悪い目が出ますけれど、そういう意味では中西さんになった時にやっぱみんなパワーがつきましたよね。なんかこう真由美さんの13本が26本になってるホームラン、まあ、豚も立てない木に登るじゃないですけど、選手を乗せるのがうまい。まあ、その前に山内和弘さんという方も素晴らしいバッティングコーチなんですけど、あの人ではどちらかというとリズムできますから、もうパイプ戦のようにもう細かく、いや、まあ、細かく言います。ただ共通していることは、山内さんも中西さんも自分で打って見せてくれた。
それですっごく数を振らせた、はい、数打たせました、はいはい、でウェイトトレーニングも大切ですけども、バットを振る力って、うん、バット振らないと出ないんですよね。うん、だからそのバットを振るボールを打つ数ってのはやっぱり山内和弘、中西太志、はい、すごいものがありましたね。本当でもいい指導者と出会いましたね。だから僕な山内和弘さんが古風荘にいたんですよ、はいはい、で僕大体食事終わって、1月のねあの自主トレの、キャンプ前なんか、はい、食事大体6時ぐらいするでしょ、それで7時ぐらいに終わって8時ぐらいから僕屋上でバット振るんですよ、はい、まあ1時間ぐらい振りますよね、で9時前ぐらいになると、屋上のドアがダーンと音がする、あっというの中あの山内さんですよ、屋上電気ついたら大体見えますからね、はいはい、1時間ぐらい見計らってくるわけですよ、僕も汗びしょびしょですよ一時間降ってるから、はいはい、でゴルフクラブ2本持って僕の見えないところでゴルフスイングしてるんですよ、それでどうもお疲れ様でしたって言った瞬間にちょっと待て、何でしょうか、いいからちょっと来い、ちょっと振ろうかなって、もう1時間振ってるって言うんですよでゴルフクラブをこうやって平行に構えますこの間をパッと抜けって言うんですよ、この間をね、なんかレベルに振れってことですよね、それをまた延々1時間ですよ。うわでも俺も1時間振ってるって言うでも俺振った方は裏切らないですね。門限は11位ですよって11位ぐらい振らされるんだから、もう本当当時からコンビニみたいなもんそうそうそうだからでも中西さん、あの山内さんにそうやって振らされたことでもすっごく多分打つ力がつきました。だからこれ良かったんですよね。なんか掛布さんがそのまた話戻りますけど、藤田寺さん首位打者取った時に3割4分って20本のホームランって、これものすごく立派な成績なんですけど、ファンが48本を見てるから納得しないんですよね。これで僕ねびっくりしました。なんで3割4分20発今十分な成績ですよ、3割4分20発って、なんで掛布さん20本しか打てないんですか、あれ納得してないんだと。これでもう一回やっぱホームランを打たなきゃいけないということで、これは運動具メーカーの子に本当にこう手伝っていただいてですね、スポンジのボールを作ってもらって、もう本当家でね車を全部出しまして30度ぐらいのところに風呂敷の的を作ってスポンジのボールを投げてもらってこう打つんですよ。最初当たらないですよね的に。それがねやっぱり1週間2週間最初は続けていくじゃないですか、面白いに当たるようになる。でそれで初めてその片屋の高級がですね、スポンジと同じような柔らかい感覚でホームランを打ってた時にスポーツメーカーの方にありがとうって言いましたよ。これスポンジをこう打つのホームランはあのボールを潰すというでスピンをかけるってことですね。なんか江川さんの保つために下3分の1を狙ってた。あ、そう、ちょっと下ね、その下に入れてこうグッと押し込んでこういうスピンをかけてあげて、いい角度で打ち出してあげると伸びますので、ちょっとボールをこう押して潰してスピンをかける練習ってのは、柔らかいスポンジのボールだとすぐできるじゃないですか。その感覚を自分の体にこう覚えさせたかった。でこういうのがいい、ああいうのがいいっていうトレーニングっていうのを掛布さん自分で考えられるんですか。自分でやりましたね。はあ、だからよくあのスポーツメーカーの方も3日間ぐらいでね、まああったのかもしれませんけど100個ぐらいのスポンジのボール家に持ってきてくれて、ずっと掛布さん付き合いますからって言ってくれましてね、まあ、西浦という、うん、あのまあ、阪神で野球やってたんですけどね、はい、三輪タイガーという僕契約してましたから、はいはい、その三輪タイガーに野球やめてからあの仕事するようになって、彼が僕の担当してくれるようになりまして、その彼が本当にね毎晩家に来てくれて、こう1時間ぐらいこうスポンジ、もう本当彼にもすごく感謝してますね。ああそうです。いやでもだからこの何回も危機があったのにそれを克服して、誰か手助けしてくれる、あのパートナーみたいなね、そういう人が僕の周りにはいたってことですよね。ある意味本当いい
なんていうんですかね、このもう本当は野球って優勝するチームって何がすごいかって言ったら、いかに裏方を大事にしてるチームが優勝しますよね。バッティングピッチャーでいうと新井さんという方が専属の掛け合いの恋人と言われたんですけど、うん、もう同じリズムで投げてくれますよ。ですから僕バッティング練習でカーブは打ったことないんですよ。新井さんのあのボールが少しスライダー回転に来ますので、はい、それがもうちょうどいい感覚で打てますから、うん、もうカーブを打つ必要ないんですね。そういうパートナーと言われる、僕を助けてくれる、そういう人にも僕、まあそれは、まあ、ね、奥さんもその中の一人かもしれませんけども、まあ、そういう人に僕恵まれたと僕は思いますね。そうですね。それが本当二軍監督やった時にやっぱりこうなんだろう、掛布さん自身がそのエリートで来てないから、原口とか、ね、その育成の時とかもちゃんとこの育成の時に付き添いでこう行ってあげようとか、あの育成だからあの有球場とか行かない人とかはナローマの2、3人しかいませんから、ね、そこにいつも原口がいましたので、原口とはねよくやっぱバッティングの話とかしました。僕はまだ育成コーチでしたから、はい、で、あと横田ですね、やっぱり面白いでね。そうですね、僕も秋球場の室内練習場、雨降ってる時横田が降ってるのを掛布さんがずっと見てたのが、ね、なんかまあ昨日のように思いますね。そうだ、僕一番その二軍監督としてまた今残念だったのは、横田が野球をやっぱやめなければいけない状況に追い込まれたっていうのは、まあ、すごい僕自身はまあ横田から電話かかってきて、掛布さんこれまだ言わないでくださいって言うんですよ。やめますって言われます。涙出ましたよ。いや掛布さんだけには言っておかなければいけないと思って電話させてもらいましたと、ね、なんか開幕のね、あの一番で出てきてなんかこう割とこう走る野球もあり、全部揃ってる選手でしたし、ね、長打もありますから、ね、まあ、本当にね、あの、まあ、こんなこと言ったら横田に怒られちゃうんだけど、僕の褒め言葉ですよ、はい、素直なバカです。で吸収する力がすごくある。人が良すぎる、これがちょっと欠点ですね。良すぎるのもちょっと欠点で、でも誰からも好かれました。素直なバカっていいじゃないですか。掛布さんずっとこれやってるから、まあ、そう素直にちゃんとやるっていう。だから横田がね、僕ねすごく嬉しかった。これも公演なんか行った時にちょっと横田の例に出して言わせてもらうんですけど、あの横田どんな遠征先に行こうが何しようが必ずバット振る場所ってのはあるから、分からなければホテルの方に聞きなさいと。で一人で10分でも20分でもいいからバット振る時間を作りなさい、一人で自分の野球を考えなさい、一人に強くなりなさいってことを言ったんですね。で台湾のウィンターリーグみたいなものに横田と少人数が参加した時に、僕視察で監督の時に行ったんですよ。で巨人のマネージャーの方がおはようございます挨拶したら、掛布さん横田ってすごいですねと。で僕なんかやらかしたのかなと思った、文言からか破ったのかなと思ったんですけど、なんですかって言ったら、全体ミーティング終わった後に横田が巨人のマネージャーの方に、このホテルでバットを振るところはありますかって聞いたらしいんです。僕もそれがね、二軍監督をしている時一番嬉しかった一つなんですよ。なんかそうですよね、なんか本当素直な方でしたね。で横田選手、あれ お父さんもね、あのロッテでやってましたし、だから、ね、横田さん、お父さんはよくあの四ツ谷の居酒屋があってですね、アブさんという店に、西村さんとよく西村横田コンビニとご飯食べて、全然横田息子とはもう体型違いますね。違いますね。メロンの皮ごと食ったら1万円あるって言われて、本当に1万円くれるんですかと、皮ごと食ったことありますもん、あの横田のお父さんに。皮ごと俺食いましたよ、もう、まあ、1万円くれるんですよねって言って、西村さん1万円出してくださいって言って、西村さんが1万円出したような気がしますけど、だからそれの息子がこうやって来たんだと思って、ね、嬉しかったです ね、 すごくね、思いますね。だから、二軍監督時代 の、 あの若い選手たちに教えられることも多々ありますし、また西岡というね、はい、ああいう怪我をして二軍でこう調整する選手と一緒に野球できたこともすごくプラスになりましたし、 そ、ね、その西岡が僕に対して、はい、掛布さんは
失敗を知っていると、数多い失敗を知っているから選手の失敗を受け入れてくれると、それがすごく僕は素晴らしいことだと思うって西岡に褒められたことあるの。お前に褒められてどうするんだって言ったんだけど僕も思うんですよ。やっぱり掛布さんは失敗とかこういうのを経験されてるから、僕そこがいいなと。僕はあのまま48本のペースのまま、翌年も44本、50本、40、45、40って、それは確かにホームランの数多いかもしれないですね。で、あとやっぱり掛布さんはやっぱり江川さんというライバルと戦ったってことなんですよね。それはね、じゃあ巨人という最大のライバルに、やっぱり江川という、一番意識しなければいけない、とてつもないやっぱ怪物がいたってことを言うね。本当ですよね。これは僕の野球人生の中ではプラスですよね。あれだけ野球ファンの方が阪神巨人、巨人阪神というゲームを、江川対掛布というね、そのチームの野球じゃない部分ってあるじゃないですか。掛布江川掛布というそういう野球というものをできたという、これはやっぱり江川にの存在には感謝しなきゃいけないですよね。なんか阪神と巨人ちともう豊臣と徳川源氏と平家みたいな組織の野球もあるんだけど、その組織のトップじゃないけど、ちょっとやっぱり佐々木小次郎と武蔵も一回見てみたいなっていうのがありますよね。そういうことですね。だからなんか今の選手のちょっとこう、例えば大山と、もう本当大山と岡本っていうのが争いをする、なんかピッチャーと何かの勝負っていうのもまたあると、また阪神巨人盛り上がると思いますよね。だからエース対4番という ね、 そ う、 ですね。そういうチームの野球との当然対戦するのは僕は十分分かってるんですよ。十分分かってるんだけども、それとはまた別のエース対4番の対決というようなものをもうちょっとこう出てくるとですね、風呂に入れないっていうのが面白いと。阪神巨人を見てて、次掛布が出るとって、まあ、越境笑顔だとって思ったら風呂入れないですよね。だからそういう4番とエースの対決っていうのは必要ですよね。そうですよね。ああいう4番とエースをちょっと見たいなとか、あと配球を予言するのも面白いですよね。あ、そうです。だから何来るんだろう、当たっただろうって当たっただろうって言うんだよね。基本的にはもうまっすぐ勝負っていうのはお互いに分かってましたし、で、まっすぐ相手投げましたよね、江川さんも。お前の勝負が一球で勝負ついたらちょっとファンしなきゃいけるよねって話したことなんですよ。だから何球か投げてから勝負しようと。だからじゃあ俺一球目見逃すって話して、でカーブ投げるようになりますね。だから確かに彼とは本当に嘘のない、本当にいい勝負させてもらいました。キャッチャー山倉さんがいてますね。これも同い年ですから、3人と。これがキャッチャー吉田さんの時ちょっと違ったんですよね。違います。吉田さんっていう、だから江川山倉のバッテリーで僕が打席だったから良かったのかもしれない。なんかそういうのもちょっと醍醐味も面白いし、これからもやってほしいし、まあ掛布さん以降、今現時点で今大山が非常にホームランを量産してる、これでもタイガースとしてもうなんだろう、まあ生え抜きでもあり、今こう現時点で頑張ってきてる、まあもちろん二軍監督でご指導もされたと思いますけど、大山もすごく吸収する力もありますし、素直ですし、もうホームランを取らせてあげたい、そのためにチームが大山のタイトルを取らせるようなね野球を、この優勝というものが今巨人がほぼ手中に収めてるわけじゃないですか。であれば、そのチームのためにもなるような形を作って大山のホームランを取らせてあげるという野球って僕できると思うんですよ。それは大山を3番に上げることですよね。サンズの前に打たせることですよ。あ、そうですね。これってのは別に大山が3番に上がったからといってチームのバランスは崩れませんよね。糸井が後ろに回っても問題ありませんよね、左ピッチャーが出てきた時にこの間大山を3番に上げてるわけです、僕はあの時にチームの野球も考え、で大山のホームラン王というものも考えて3番に上げたんじゃないかという形見方してたの、僕だいぶ前からいろんな方話した時、3番大山にしてあげてやっぱタイトルを取れば
タイトルが大山を変えるかもしれない、大山の影響が変わるかもしれない、そういうきっかけになるホームラン王っていうのは取らせるべきだと思いますってことを僕は思ってるんですが、であれば僕3本打席打席を増やしてあげて取らせるべきだと思いますね。1打席でも多く打席を立たす、はい、3番はやっぱり4番よりも打席数はかなり増えますから、はいはいはい、そうするとチャンスが来るっていうことで、これはわがままじゃないでしょ、はいはい、皆さん見てね、うんうん、そうですね。こうでも本当、まあ、もちろん加計さんは田淵さんの後ろに隠れてた時期もあり、はいはい、田淵さんが矢面に立ち、今度は加計さんが矢面に立ち、そこからまあホームラン打つ、まあ、もちろん金本選手はね、はい、本当タイガースでよくやっていただきましたけど、なかなかこう、まあ、今岡選手もこのどっちかというとホームランバッターではないですけどね、でもこう久しぶりにこの大山選手が来たってことはなんかこう僕らときもちょっとこうなんかときめきますね。これね、タイトルを取ればね、絶対変わると思うんですよ。考え方だとか、うん、野球の取り組み方だとか、もう一つ階段を上がれるのがタイトルだと思いますので、うん、まあ、そのためにね、まあ、僕最初は4番打っていればね、うん、3番に上げる必要ないわけ、はいはい、今5番だから3番に上げてほしいわけです、うん、4番でいれば4番でいいんです、はい、昨日のね、阪神と巨人のゲーム見てて、大山がその23本のホームランを打った時に岡本君と大山の顔をボンボン抜くんですよ、うん、これってね、4番同士で抜かれるともっとまっちゃん、うん、すごいと思いません？面白いですね。阪神の4番と巨人の4番の顔を抜く、それぐらいの勝負してるわけでしょ、私が近本でもね、前にバンドさせます。そうそうそうでしょ、そうでしょ、よく抜かれてくれればいい。だからそういうさせるためにも3番でホームランを取らせて、はい、阪神の日本人の4番を作るということがすごく大切だと思います、ね、面白いですね、そうすると何年もこれが見れますもんね。そういうこと、何年もお互いがやっぱりこう老舗同士のこの古き良き、そうすると外国人の補強も楽になる。ああそうですね、4番がしっかりすれば外国人もやりやすいですね。やりやすいです。だから僕は阪神と巨人はできれば生え抜きの日本人で4番バッターっていうことが一番僕チームを作る上でもすごくいいことなんじゃないかなと。だから岡本君の存在っていうのは大きいでしょ、やっぱり。そうですね。であれだけこう補強とかする丸切ったりいろんな選手が来てるけど、でも出てくるやつってやっぱ出てくるんですよね。結局生え抜きのイメージがあるんですね、巨人。やっぱあるんですね、うん、で広島にしたって鈴木誠也君がドーンって出るでしょ、はい、出てきますよね。これでヤクルトは若き主砲の村上君でガンっているわけですよ、ね、やっぱそういうチームで魅力がありますね。ありますね、でドラフトはあくまでスタートラインです。そういうことです。だからそれはドラフト取った時佐々木千早じゃないのか、第1回セタキモ選手佐々木千早千葉ロッテ佐々木千早阪神あ佐々木千早だな阪神大山祐介、リポビタン D プレゼンツ大山祐介、大山と思ったけど正解。外れ当たりってユニフォームを脱ぐまでわからないですね。年々大山ってキャリア配慮を常に超えていってるんですね、はいはい、これ素晴らしいことですよ、うん、でまたよく使っていただきましたですよね。真面目です。うん、いや本当でもなんか改めて江川さんと戦った部分や加計さん自身もテスト生で来られてるから、やっぱドラフトって本当あくまでスタートラインで、オーディションの、ね、タレントでいうとオーディションの合格ですよね、ただろう。今のドラフト、当然ドラフト上位の方っていうのは、当然それなりに即戦力だとか育成だとかを考えて上位の選手取ってきますけども、今はね、下位に入ったとしてもですね、与えられるチャンスはそんな変わりません。ないですか。意外に巨人とかでも、まあ、松原とか育成ですもんね。そうです。だから今は非常にこうプロ野球全体がその戦力として、その全ての選手にチャンスは平等に与えてますよ。そう思ったら面白いですね。だからそのプロ野球に入ってやりたいという気持ちがあるんであればね、僕は飛び込むべきだと。チャンスはいっぱいありますから、確かに後悔した人生じゃいきません。いきません。
松村邦洋ためにならないチャンネル、まあ基本的にためにならないんですけど、自分の好きなことを、やっていきたいと思いますんで、もしまあなんかこのチャンネルいいなと思ったら登録してください。